こんにちは皆さん、現在16時半になりましたよ。朝の7時15分から私やっておるんですが、ようやく3本目の撮影これから入ろうかなと思います。これでね、撮影終わって編集やってアップロードするとなると、あとは多分2時間ぐらいはかかるかな。いや2時間で済まんかな。とにかくここまでで2本撮影して、アップロードするので精一杯でしたので、頑張ります3本目ね。はい、さあ皆さん、多少元気出てきたでしょうかね。私アートで、元気にすると、元気をお届けするというコンセプトで動画撮っておるわけなんですけども、少しでもね、鑑賞したり、それからちょっとでも制作をしたりすることで皆さんが元気になってもらえればなと思います。さあ今日はですね、写真講座の、2回目ということで、例によって清水先生コラボ、つまり人のふんどしで相撲を取るということで、今日は動画をお送りしようかなと思います。写真は私が今回なんで取り上げてるかというと、一つはスマホがあればできる。学校ではなかなかやりにくいけど、家でだったら割とやりやすいっていうのも一つあるんです。でももう一つありまして、皆さん家の中にやっぱり思いっきりじゃないですか。でも写真をカメラを持ってね、外へ、あんまり広い範囲行けないですけど、出てもらえば多少の気晴らしになるかなと思うんです。それに写真を撮ってると普段とやっぱ物の見方が違うんですよ。やっぱ普段はこう気にしなかったんだけど、写真をこうカメラを持って歩いてると、意外に、あ、うちの周りこんなに綺麗だったんだとかね、空ってこんなに綺麗だったんだとか、そういう気づきというか、美しいものに出会う機会ってやっぱ増えてくると思うんです。皆さん本当今やることがないとか、なんとなく体がだるいなとか、そんな風に思ってる人もきっといると思いますので、ぜひともね、この写真を撮ることを通して、世の中の美しいもの、自然の美っていうものに触れてもらえたらいいなってことを思います。さあ今日はですね、まず何をするかと言いますと、この前の動画なんですが、清水先生からの返事いただきました。清水先生ありがとうございました。いろいろ教えていただきましたので、まずはその辺のお話をしようかなと思います。清水先生に言われたこと、まず1つ目、この作品です、卑怯、この作品はダメですと、主役が小さいですと。それからこの作品10枚目、ポン、はい、桜が降る街、これもダメですと。やっぱ主役が小さいですと。特に主役がやっぱ木に隠れてしまってますよね。だからこれはあんまり良くないよってことを言われました。ありがとうございました。精進いたします。それとですね、これ私、完全に私が間違っておったんですが、この5枚目、時を超えて、この時に私こうやって言いました。人が映ると著作権の問題があるって言ったんですが、正しくは著作権ではなくて肖像権です。ただこの場合は、なんて言うんです、映り込んでも仕方がない場面なので、ギリギリセーフになるのかもしれないですけど、ということを、添えていただきましたけども、とにかく著作権ではなくて肖像権であるということはちょっと訂正させてください。はい、次です。それとですね、この夏の写真、これですね、これは屋根にがちょっと映り込んでますよね、あの辺ね。屋根の映り込みがなかったら良かったのかなということで、皆さん写真撮るときにはこういうところにも気をつけた方がいいですよね。次です。いいよって言われたやつがありました。はい、これです。これ夢の国、やっぱね、やっぱそうなんですよね。これは私ね、かなり枚数撮りましたから、この写真同じ場所で、これがベストだと思って、やっぱそうですね。一応これでもアーティストの端くれですので、はい、面目が保てたかなという感じでございます。それからこれも良いと、海へのいざないですね、これは良いよと、これもだいぶ撮りました、水槽の前でね。ちなみに、さっきの夢の国っていうのは、雲も脇役になり得ますよと。それから
これで言いますと、人はあの脇役ですよと、あのタイトルからするとですよ、そう、あの海をタイ、あの、なんちゅうの、海への誘いっていうふうにしているのであれば人は脇役になり得ます。だからタイトルによって、まあ、主役脇役っていうのは変わってくるっていうこともあるんですよね。それでですね、今回清水先生がこういうテーマで授業したらどうだろうっていうふうにアドバイスいただきましたので、今回はこのテーマで、はい、授業やっていこうと思っております。主役の位置なんですね。黄金分割って多分ここに載っとると思いますけど、あの網が、枠が載ってますよね。この枠って見たことないですか？あのスマホで写真撮るときにカメラ起動するとこれ出てきません？グリッドって言ったりするんですけど、出てきてない方は設定で出てくるようにできると思います。交点がありますね。これで言うとピンクの丸のところ、この交点に主役を持ってくると割といい写真が撮れますよっていうアドバイスをいただきました。これは、私美術の授業の中でも3分の1構図っていう言い方で教えているものなんですよ。ですので、この、 あの考え方といいますか、テクニックといいますかはぜひともマスターしていただけたらと思います。さあ早速清水先生から写真を送ってくださいましたので、1枚目これです。はい、これ3分の1の交点のところにちょうどスズメがいますよね。これ私これすごいな、さすがプロだなと思ったの。この写真ポン、はい、これすごくないですか？どこが3分の1の交点かってこれ分かります？ボールですよね。ボールが3分の1の交点のところに来ている。これ動きの中で撮るんだから、これほんとすごいなと思います。はい、次はこちらです。はい、こちら気づきました？これ桜の花びらがいますよね。これが3分の1の交点のところだということなんですよね。これはね、撮れます？こんな写真、まあ、たまたまなんでしょうけどね、この桜の花びらがチューリップにっていう、まあ、こういうね偶然にこう出会えるっていうのもこのプロの一つの、まあ、条件といいますか資質なのかなってこと思いますよね。もう素晴らしい写真だと思います。はい、あとねこんな写真いただいたんです。この写真見てください。このカエル、はい、ポン、これ3分の1構図だと。で清水先生が言われるにはですよ、こちらの写真と比べると1枚目の方が良くないですかって言われるんです。分かんないですよね。ちょっと並べてみましょう。はい、2枚並べるとこんな感じになります。はい、どうですか、左と右とどっちがいいですか？私ね2枚目つまり右の写真もなかなかいいんじゃないかと思うんですけど、個人的にはね。でもまあ比べると2枚を比べるとやっぱ左の方が安定した感じで見えるでしょっていうことなんですね。はい、はい、ということです。さあこれからはですね、せっかくなので私の写真をちょっと取り上げて、あのまた清水先生にねご指導いただけたらと思いますので、私の写真これはどうでしょうというのでやってみましょうか。これどうでしょう、これパンダ、これだいぶ前にね、和歌山のアドベンチャーワールドですか、あそこにいて撮ったやつなんですけど、これ意外に気に入ってる写真です。それとですね、まあ、これも一応意識したんですけどね、フラミンゴ、これダメかな、やめ、はい、やめやめ、これは一度清水先生にも見ていただいた写真なんですよね。雲の位置を、まあ、ちょうどその工程のところに持ってきたということなんですね。これはいかがでしょうかね。
それとですね、それとですね、まあないですね、ないですけど、ないですけど、これ絵なんですけど、これどうでしょうね、これ。これ一応3分の1の交点に、まあちょっと違うかな。まあこれ意識して持ってきたんですよ、これは。人間をね、まあその位置にと思って持ってきたものです。はい、まあこちらいかがでしょうかと。絵の方が楽ですわね。どうでもレイアウトできますのでね。これも3分の1なんじゃないかな。写真ですけど。この花。はい、これもちょっとね、意識して撮ったように思います。という感じで私の作品は、まあそんな、あ、こっち、これはダメやね。はい、これやめ。はい。はーい。はい。という感じで、はい。私もこの清水先生がおっしゃった、黄金分割って言います、こういうの。これを意識して写真撮ることは、よくあるんです。まあ、ついつい忘れてしまうこともあるんですけども、で絵を描くときにもよく使います。それから漫画家でいうとワンピースの作者小沢栄一郎でしたっけ、もうこの、いわゆる三分、私がよく使う言葉でいうと3分の1の構造、本当よく使うんです。彼が描く扉絵って言いますか、カラーの原稿ですよね。あれ見ていただくと、ルフィとか主要なキャラが割とその位置にいるんですよ。だからプロの漫画家なんかも結構そういう動画じゃないですね、構図を使っておりますので、ぜひとも皆さん、せっかくのこの休みですから、スマホ持ってカメラ持って家の中とか家の近所家の周りに行って、この3分の1構図、黄金分割をちょっと試してみていただけたらと思います。でね、今まで気づかなかった、まあ、美しさとかね、美と言いますか、そういったものに、一つでもこうね出会ってもらえれば、皆さんの心も多少はこう楽になる、癒されていくのではないかということを思いますので、ぜひぜひ今回のこの、テーマ、課題ですよね、やっていただけたらと思います。さあ今日の動画はここまでです。3本撮り切りました。クタクタです。これから動画の編集に入っていこうと思いますので、とりあえず今日のご視聴ありがとうございました。また次回の動画もね見ていただけたらと思います。はい、以上です。